ギャラクシー Z ・ Z フリップはサムスン・エレクトロニクスが設計、製造、開発、発表、発売した折りたため式スマートフォンである。その存在は2020年2月9日に開催された第92回アカデミー賞の広告で初めて正式に明らかにされ、2020年2月11日にアメリカ・サンフランシスコで開催されたギャラクシー・アンパクト2022で、 ギャラクシー S20、S20、S20 ウルトラなどと共に正式発表された。グローバル発売は2020年2月14日。ギャラクシー Z フリップ 5G は2020年8月5日に開催されたギャラクシーアンパクトの14日前である2020年7月22日にギャラクシー Z フリップの 5G に対応したバージョンとして発表された。ディスプレイ開いた時に使用する。 メインディスプレイと閉じている状態で使用するサブディスプレイがある。メインディスプレイは6.7インチで HDR10 に対応した UKL ダイナミックアモレット。サブディスプレイは1.1インチの UKL スーパーアモレット。メインディスプレイはパンチホールカメラを画面上部中央に配置したインフィニティオーディスプレイとなっている。またメインディスプレイには折りたたみ。 スマートフォンとしては初めてガラスが使われている。折れ曲がるガラスには極薄のウルトラシングラスを採用。直接手が触れる面にはプラスチック保護層があり、その下にユトグが配置されている。チップセットチップセットはクアルコムスナップドラゴン855。今回エキシノス搭載モデルは発表されていない。メモリとストレージのラムの ロムを搭載。マイクロ SD カードには、非対応。バッテリーと充電、給電 3300mAh の、デュアルバッテリーを搭載する。ケーブル充電とワイヤレス充電の両方で、ファーストチャージングに対応する。また、ワイヤレス充電対応のスマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンに給電を行える、ワイヤレスパワーシェア機能も搭載している。 カメラリアカメラは超広角と広角のデュアル構成。超広角カメラは約123度の視野角での撮影が可能。また、4KUHD、HDR10 の動画撮影、スーパーデブレ補正、写真、動画の背景ぼかし、ナイトモードに対応する。フレックスモードでは折り曲げ角度をつけテーブルなどに置いて写真撮影することが可能。 セルフィーやナイトハイパーラプスを撮影する際に机などに置くとブレンが少なくなるほか UI も自動で変更される。デザインデザインテーマはイブランニュービール。デザインは化粧品メーカーのランコムとの共同開発。ディスプレイ面はフレームを削ぎ落としたインフィニティーオーディスプレイとなっている。指紋認証センサーは側面に配置されている。カラーはミラーパープル。 ミラーブラック、ミラーゴールド。ミラーの名称の通り、鏡面仕上げとなっている。また、ニューヨークのファッションデザイナーのトム・ブラウンとのコラボレーションモデル、ギャラクシー、Z フリップ、トム・ブラウンエディションも発売する。新たな気候のヒンジ、ハイダウェイヒンジは、ホコリやチリなどへの対策を一層強化している。なお、カラーについては、カラーバリエーションも参照。 音響ドルビーアトモスに対応したモノラルスピーカーを搭載する。3 5ト、mm、ルイヤホンジャックは搭載されていない。セキュリティ指紋認証と顔認証に対応する。また、端末はノックスシステムによって保護される。Android 1 0 one u i 2を搭載する。Google とのパートナーシップによって折りたたみスマートフォンとしての展開時。 ユーザーインターフェースは最適化されている。その他、Google とのパートナーシップによって、Google オで角度をつけて机などに置いて通話する機能や折りたたんだ状態で、YouTube の視聴がしやすくなるなどの機能が利用できる。Galaxy Z Flip のミラーパープルとミラーブラックは、ほとんどの国で展開されている。また、ミラーゴールドとニューヨークのファッションデザイナー。 トム・ブラウンとのコラボレーションモデル、ギャラクシー・ Z フリップ、トム・ブラウン・エディションは一部の国と地域で展開されている。ファッションウィークでの登場グローバル展開においては、2月12日にニューヨークファッションウィーク、2月14日にロンドンファッションウィーク、2月20日にミラノファッションウィーク、最後にパリファッションウィークにギャラクシー・ Z フリップが登場し、ファッション性をアピールしている。 ギャラクシー・ Z フリップ・トム・ブラウン・エディションニューヨークのファッションデザイナー、トム・ブラウンとコラボレーションしたモデル。シルバーの下地に、紺、白、赤のラインが並んでいる。限定デザインのギャラクシー・ウォッチ・アクティブ2や、ギャラクシー・バッツ、ケースなども付属する。また、搭載されているテーマや壁紙、着信音なども、トム・ブラウン限定仕様となっている。アシュレイ・ウィリアムズ・ギャラクシー。 Z Flip イギリスのファッションデザイナー、アシュレイ・ウィリアムズがデザインしたギャラクシー、Z f l フリップ向けマイクロバッグが、イギリスなど一部国と地域で発売されている。ランコムギャラクシー、Z f l フリップギャラクシー、Z f l フリップのデザイン、設計には化粧品ブランドのランコムが参加している。折りたたんだ形のデザインは、ファンデーションや財布の形状にインスパイアされている。 その他国によって、リングーや防具とのコラボケース、コラボバッグなども発売している。ギャラクシー、Z フリップは KDDI が SCV47 として独占的に展開する。日本では異例であるが、グローバル発表の直後に、日本での発売が発表された。2020年2月18日から予約開始、2020年2月28日から発売。AU。 沖縄セルラー電話全店、au オンラインショップ、au 取扱店、ギャラクシーのショールーム、ギャラクシー原宿で販売。ギャラクシー、Z フリップ、トムブラウンエディションは2020年5月12日に日本での発売が発表され、5月13日に予約開始。5月15日に販売開始。国内初となるオリジナルブランドでのシムフリーで展開される。予約は、 ギャラクシーのホームページとトム・ブラウン青山店への電話で受け付ける。台数限定で仕様は外観デザイン等もグローバル版と同じ。予約が開始された5月13日に初回の入分、翌日5月14日に追加の入分の受付が公表により終了した。5月15日の発売日には店頭販売分を含む全販売分が完売した。ありがとうございます。